どうもです、つくもやよ2月14日今日は三輪もついとるな。土木建築には向こうへ行けよ。六曜は全部、何事も控えめに。午前は今日で、午後が吉。時間は日のと、灯火を示す影の日。成長が旺盛な時期を迎えた状態を示しとる。十二支はイノシシやね。影の水、木は枝だけとなり草は枯れる状態を示しとる。ほね、この時間と十二支からおよご行を読むと、水国化。水は火を消し止めるいうことで、増国。物事が順調にいかへんゆけや。三輪棒ついて全部で増国ってな、ようよう大人しゅうしとった方が良さそうな気するけど。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。